この絵天皇、この絵天皇、この絵天皇、旧時代、この絵、1139年6月16日、放映5年5月18日から1155年8月22日、92年7月23日は、日本の第76代天皇、在位、1142年1月5日、英治元年12月7日マイナス1155年8月22日、 九十二年七月二十三日、意名は成人。鳥羽天皇の第九王子。母は藤原徳子、美福門院。自転の君であった鳥羽上皇と、長妃の徳子、美福門院の御子として生まれる。父の鳥羽上皇に即位を望まれ、生後一ヶ月余りの六月二十七日、イボ兄のノ徳天皇と、中宮の藤原聖子の養子となり、 天皇の御所、小六条殿に参入。同年七月十六日に、新皇宣言され、八月十七日に立大使。翌々年の栄治元年、千百四十一年十二月、わずか三歳、万二歳五ヶ月で、ストック天皇の上位を受けて即位した。在位中は、蕎麦法王が陰性を敷いた。旧安六年、千百五十年一月四日、十二歳で、元服。 同月10日、内乱、藤原頼長の養女たし、11歳が、受大、19日に養語となり、3月14日に、立皇、皇后となった。しかし、4月21日に、関白、藤原忠道の養女しめ子、20歳も受大して、6月22日に、立皇、中宮のとなる。しめ子は、美福門院の養女ともなっていたので、美福門院は、 しめこの早期出産を期待していた。二平二年、1百五十二年にしめ子は解任の長考見世代理を退出するが、これは周囲の期待に促された創造妊娠であったらしく、出産予定の翌年三月を遥かに過ぎても、何の気配もなかった。大吉一年三年九月十四日上。この騒動が終わった、二平三年、1百五十三年。 十五歳のこの江天皇は、この頃から著しく病気がちであり、同年には一時失明の危機に陥り、上位の意志を関白、忠道に告げたという、大紀二平三年九月二日上。ところが、当時は、この江天皇に面会できたのは、忠道らごくわずかで面会ができなかった鳥羽法王は、忠道が嘘をついていると考えた。病弱な上に十七歳で創生したため結局、 巫子女は生まれなかった。九十二年、千百五十五年七月二十三日、御所としていた、この江戸のにおいて崩御。その夜、後継天皇を決める議定が開かれ、ストック上皇の巫子で、美福門院の養子でもある、茂人親王が有力だったが、美福門院のもう一人の養子である、主人王、後の二条天皇への中継ぎとして、その父の正人親王。 後白河天皇が即位することになった。蕎麦法王が崩御すると行為をめぐって朝廷が、後白河天皇法とス徳上皇方に分裂し、方言の乱が起こる。前日の通り、この江天皇の健康情報は忠道が独占していた。ために数年前からの健康悪化は知られておらず、この江天皇の死は、左大臣、藤原頼長の図書によるものという噂が流れた。 口寄せによって現れた。この下天皇の霊は、何者かが鎮を呪うために、あたごさんの天皇像の目に釘を打った。このため鎮は顔病を患い、ついに亡くなるに及んだと述べたので、調べてみると確かに釘が打ち付けられていた。重曹に尋ねてみると、五から六年前の夜中に誰かが打ち付けたと答えたという、大九十二年八月二十七日上。平反期。 九十二年七月二十七日上によると、奏霊の準備が進められる中で、陰号帝があり、まず右大弁、藤原浅隆が、この絵印を提案した。陰号は邸宅にちなむという原則があり、この絵殿は天皇の里大理だった。しかし加山の院忠政は、この絵の字は追号に、はばかりがあるので、御陽明門院ではどうかと発言した。忠政はその理由を述べていないが、 この絵とは、天皇のご衛兵であり、陰謀にふさわしくない。それならば、この絵王子に通じ、別称でもある、陽明門が良い。陽明門院は、定子内神皇の陰謀として、すでに用されているので、後の字をつけて区別するという発想があったと、推測される。これに対して、中三角宗義は、天皇と天皇ならば、前後の字があるべきだが、天皇と国母、男女の間では、 前後の字を付けた例はないと反論。これにより、御陽明門院や、陽明門院は撤回され、当初の、この院に決定した。三朝木は、宮内庁により、京都府京都市伏見区、武田清母大院町にある、安楽久市院南寮、安楽樹院南寮、安楽樹院の南の三朝木に地上されている。ここは、京都南港で、戸麦と称された一帯に位置し、 トバ法王が離宮内に、自らや、家族の墓所として設定していた場所でもある。トバ法王は、公園五年、1139年に、自らの墓所として、安楽寺院の境内に柔道、本五塔を建てて遺言通りに、そこに葬られたが、旧安四年、1148年頃には、皇后の藤原徳子、美福門院の墓所として、三重塔、新五塔も建てていた。しかし、 徳子は意外をそこに葬られるのを拒否し、遺言通りに遺骨は鷹野山に収められた。そのために、新吾等は空いたままとなっていたが、長官元年1163年になって地則院にあったこの栄光の遺骨をここに移して新たに収めることとなった。この栄料は、宮内庁上の形式では多方等となり、これは歴代天皇陵では唯一である。 当初は、三重島であった新後島であるが、慶長元年、1596年の慶長伏見地震で倒壊してしまい、豊臣秀頼の命により、他方塔として再建された。また皇居では、九中三殿の一つ高麗殿において、他の歴代天皇や皇族と共に、この絵天皇の霊が祀られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。